倍入れます。こんにちは。今日お引越しですか？大変ですね。すいません、うるさかったですよね。もうお騒がせして申し訳ないです。いえ大丈夫です。よかったら何かお手伝いしましょうか？社宅仲間ですから仲良くしましょうね。こちらこそよろしくお願いします。水木さん、とても優しそうな方で正直ほっとしました。昨日から緊張しちゃって。そうですよね。私もここに来た時は最初すっごく緊張したんですけど、結構みんな仲良くなってるんで何でも言ってくださいね。はい、ありがとうございます。まだ引っ越しの整理ついてないと思うんですけど、よかったらうちにお茶に来ませんか？いい紅茶もらったの。お誘いありがとうございます。でもまだ方様に見えてないんで。そうですよね。まだたくさん片付けありますので。ではまた落ち着いたら遊びに来てください。新居でエッチしてないじゃん。ねえ、引っ越し記念のエッチしようよ。え？明日も出張？もう最近全然エッチしてくれない。もう知らない。お引っ越し忙しいと思うけど、よかったらどうですか？お茶でも。いえ、別荘もないです。いきなり押しかけてお茶までいただくわけには。遠慮しないでください。息抜きも必要でしょ。さあ、よかったら上がって。じゃあ、お言葉に甘えて。Thank you.
ちこぼしちゃって。いいのよ。どこも一緒よ。私んちなんて会社行って家帰ってきて寝てまた会社行っての繰り返し。夫婦生活も全くだし、はあ、なんで一緒になったんだろう。ごめんなさい、私もついつい口こぼしちゃって。そんなことないですよ、どこも一緒なんですね。私も全然。こういう世界は。あ、私は結構です。あの失礼します。桜井さん、私スマホありませんか。あ、桜井さん、少しだけ話聞いてくださいますか。ありがとう。ご近所の目もあるのでどうぞ。もう突然でごめんなさい。私もどうかしてたみたいで驚かしちゃって。でも桜井さん、これだけは信じて、私のこと嫌いですか。私本気なの。ダメ、最後にしてくださいよ。私そういうつもりじゃないですからね。はい、もしもし、どうしたの。え、今日も帰れないの。もうご飯作ってるよ。今日は帰ってくるって言ってたじゃん。何？また泊まり？どういうこと？ねえ、そんなに忙しいの？もしかして浮気でもしてるんじゃない？もう知らないから。楽しみにしてたのに。
最近全然エッチもしてないしな。もうダーリン、もっと相手してよ。すごい、全部手作りですか？あ、はい、そうです。すごい美味しそうですね。いただきます。乾杯。あ、乾杯。